ニュースをお伝えします。朝鮮労働党出版社から偉大な金正日総書記の普及の著作を年代順に体系づけて全面的に収めた不滅の金日成金正日主義の伝書である金正日全集第27巻が出版されました。新刊には金正日総書記が64年、1975年11月から65年、1976年9月までの間に発表した歴史的な談話と演説など65編の著作が収録されています。著作には総書記が党の唯一思想体系をさらに徹底させて発展する革命にふさわしく主体的な革命勢力を固め社会主義建設を力強く推し進める道を明らかにした思想と理論が集大成されています。21日第15回平壌秋の国際見本市に参加する中国人客がマンステ農家の偉大な金日成主席と偉大な金正日総書記の銅像に献花し敬意を表しました。訪日の女性英雄キム・ジョンスク女子の逝去70周年に際して朝鮮産革命烈士陵にある女子の銅像に21日反帝民族民主戦線平壌支部のパク・スチョル代表と支部の人たちが花束を捧げました。一度偉大な金日成主席に限りなく忠実で革命業の継承達成のための万年の土台を築いた白頭山の女性将軍の革命的生涯を振り返り黙祷を捧げました。偉大な金日成主席に限りなく忠実な新鋭戦士の革命的生涯が秘められている平壌革命史跡地を今年も多くの勤労者と人民軍軍人青少年が訪れました。平壌革命史跡地には抗日の女性英雄キム・ジョンスク女子が誕生し幼年時代を送った家と秘密万安という渡し場などゆかりのものと資料が保存されています。58年1969年9月22日キム・ジョンスク女子の銅像がお山麓という丘の裾に建てられた時からこの50年間1665万人の勤労者人民軍軍人青少年と海外諸村人訪朝客がここを訪れています。第11回全国仮説及びアイデア発表会が朝鮮科学技術総連盟中央委員会の主催により19日と20日の両日江原道ウォンサン市と半平北道サリョン市で行われました。金日成総合大学、ウォンサン農業総合大学、ハムフン科学工業総合大学、国家科学院農業研究院、チョンリマ成功連合企業所などの教員研究者技術者三大革命グループ員がこれに参加しました。東海岸地区と西海岸地区に分けて行われた今回の発表会では電力、石炭、金属、化学、機械、鉄道運輸をはじめ人民経済の重要部門の活性化、農業生産の増大、軽工業部門での原料資材の国産化、情報技術、生物工学など革新基礎技術の発展に役立つ400件余りの仮説とアイデアが紹介されました。閉会式では審査結果が発表されました。そして参加者に賞書が授けられ表彰がありました。共和国の都市経営部門が集計した資料によりますと全国的に見て台風の被害を受けた一部の住宅と公共施設などの補修が基本的に終わりました。半平南道の人たちは本陣軍と官僚軍の数百戸の住宅の補修を完成し党全体では580棟1200戸以上の住宅の補修が成功裏に終わりました。ケソン市とサリオン市、トンサン郡、クムチョン郡などでも数千戸の住宅が全部復興され、平安南道をはじめ複数の被害地域では100棟余りの公共施設の工事を完了しました。ハムギョン南道では住宅の補修作業を進めて現状通りに建て直しました。朝鮮でヤンドク郡の温泉観光地区の建設が力強く推し進められています。平安南道が受け持っている数十キロメートル区間の道路周辺の住宅と公共施設の建設が終盤に差し掛かっています。建設者は
最初から工法通りに工事を進める一方、速度と質を同時に保証しています。現在300棟近くの住宅と公共施設の新築及び改築工事が終盤で進められています。そして内部にタイルと壁紙を張り、窓を取り付けることにも力を入れています。タイで2019年国際重量挙げ連盟世界重量挙げ選手権大会が続いています。男子67キロ級に出場した女村のパクチョンジュ選手は弱188キロで金に輝き、トータル330キロで銅メダルを獲得しました。一方リーソングム選手は女子49キロ級のスナッチとジャーク、トータルでそれぞれ3位になりました。朝鮮民主主義人民共和国創建71周年在日本朝鮮人祝賀団団長の朝鮮総連中央監査委員会リー・ジェチョル副委員長が社会主義祖国を訪問した書簡を述べました。李副委員長は偉大なキム・イルソン大元帥が創建した共和国は不正史の偉人である偉大な金正日大元帥の導きのもとに人民の国として一層光り輝くようになった。国の繁栄と人民の幸福のために献身的に尽くしたキム・イルソン大元帥と金正日大元帥の尊い姿は民族皆の心の中に永遠の太陽の姿として秘められている。敬愛する最高指導者金正恩元帥を国中の大家庭の父と仰ぐことにより、大元帥たちの人民愛の歴史はこの地で連綿と綴られている。滞在期間至る所で祖国の国力を象徴する人民の笑い声が鳴り響いた。まさに共和国は太陽に祝福される永遠の人民の国だと述べました。第15回平壌秋の国際見本市に参加する中国インドネシアの各代表団が21日空路と列車で平壌入りしました。これに先立ちベトナムとモンゴル、イタリアの代表団も到着しています。以上でこの時間のニュースを終わります。新ヨンイルがお伝えしました。こちらは朝鮮の声放送です。クムガン山のサンブルアム、クムガン山のサンブルアムは3つの仏像が刻まれたトライアングルの形の角岩です。岩の高さは8メートル、長さは9メートルで、正面と側面、そして後面にも仏像が刻まれています。仏像の中で最も優秀なのは正面の3つの仏像です。3つともども立像で、高さはそれぞれ 3.7 メートルです。仏像の頭部がやや大きくなった感じですが、高にくぼりで緻密さや表現力を十分表しています。3つの仏像のそばに三仏岩、つまりサンブルアムという文字が刻まれています。岩の左側の側面に高さ 2.3 メートルの立像が浮き彫りにされています。後面には長さ 3.3 メートル、幅 1.7 メートルほどの長方形の平らな面を取り、横15行、縦4行に高さ40センチメートルほどの60もの座像を薄い彫りで簡単に振り上げています。正面の3つの仏像の配置や様式からして、918年から1392年まで存続した封建国家、僧侶、高麗中期の作品と推定されています。クムガン山のサンブルアムについてお話ししました。朝鮮の声放送へようこそ。この5月に幕を開けた朝鮮の声豆知識コンクールが一層活気を帯びていますが、いよいよコンクールの最後の問題のヒントとなる記事をお送りする時間になりました。では改めて問題をお知らせします。人民生活の向上のために新しく建てた建築のうち、代表的なものを2つ以上挙げ、それに秘められたお話をお書きくださいという問題でしたね。はい、そうです。
ではリスナーの皆さん、注意深くお聞きになってください。社会主義諸村では人民生活を画期的に高めるのが党と国家の第一の重大事となっています。近年諸村の至るところに人民生活の向上に役立つ建築がたくさん建てられました。その中には西海岸のクムサンポというところにあるクムサンポ塩辛加工工場もあります。この工場では工業的な方法でさまざまな美味しい塩辛の加工品を生産しています。敬愛する最高指導者金正恩委員長は、人民の食卓に美味しいおかずが一つでも多く置かれるようにと心を砕き、工場の建設を直々発案しました。704年2015年3月建設現場を訪れた金正恩委員長は、設備の配置と生産の手配、経営活動を合理的にするだけでなく、製品の衛生安全性を徹底させた塩辛加工工場を建設し、生産の準備と熟成、注入と包装をはじめ、すべての生産工程を無人化することを教えました。そして建設チームから設計、資材の供給対策に至るまであらゆる措置を講じました。はい、クムサンポ塩辛加工工場と工場の名前で付けてやりました。金正恩委員長の正しい指導のもとに、クムサンポ塩辛加工工場は短期間にさまざまな美味しい塩辛製品と魚の醤油を大々的に生産する食品加工工場に、共和国の水産物加工施設のモデル、標準として建てられました。706年2017年1月金正恩委員長は観光したクムサンポ塩辛加工工場を訪れました。この日金正恩委員長は、クムサンポ塩辛加工工場は塩辛を工業的な方法で生産する大規模な水産物加工施設であるだけに、西海岸の魚の種類と特性に合わせてさまざまな塩辛を美味しく作り、諸村式の塩辛文化をより発展させるのに寄与するよう、人気のある商品を出すこと、新しい塩辛製品を開発し、企業戦略、経営戦略を正しく立て、首脳陣を立派に整えることなど、工場の管理運営で指針となることを教えました。工場で生産されている塩辛は、平壌市だけでなく、各地方に設けられたクムサンポ特産物商店と売店で、とても人気商品となっています。人民生活の向上に寄与する工場の中には、龍角散石鹸工場もあります。金正恩委員長は、山水麗しい龍角散のふもとに石鹸工場の場所を定め、工場の名を龍角散石鹸工場と付けました。そして各種液体石鹸と洗剤を生産するこの工場の建設を注視し、完成予想案も数回にわたって指導しました。さらに強力な建設チームも派遣し、建設上の懸案も全て解決してやりました。金正恩委員長の最新の指導のもとに、全ての生産工程の自動化、無人化が高い水準で実現し、品質と衛生安全性を分析し検証する先端設備が完備した近代的な石鹸工場が建てられました。705年2016年10月観光した工場を訪れた金正恩委員長は、龍角散石鹸工場で生産されるさまざまな液体石鹸と洗剤を受け取って喜ぶ人民のことを思うと、本当に気分がいい、積もっていた疲れが取れるといい、明るく笑いました。今龍角散石鹸工場はさまざまな用途と効能、人民の好みを反映した数十種の製品を生産して、人民生活の向上に大いに寄与しています。このほか、リギョンキノコ栽培工場や平壌カバン工場、リギョンキムチ工場、増改築された平壌トローリーバス工場とテソン百貨店も、人民に裕福で幸せな生活をさせようとの諸村労働党の温情の中建てられた近代的な建築です。人民生活の向上を一番の重大事とみなす金正恩委員長の人民愛によって、これからも社会主義諸村では、人民に喜びと幸福を与える建築が続々と建てられるでしょう。ただいままで諸村の声豆知識コンクールの最後の問題のヒントとなる記事をお送りしました。
ではリスナーの皆さん、次のこの時間にまたお会いしましょう。